今日は僕らの新曲ペイントの、楽曲解説をしていきたいと思います。この曲はですね1月からの、テレビアニメワンピースの主題歌に、させていただきました。すっごいいろいろあって大変だった思い出もあるんですけど、やっぱりすごい国民的アニメの主題歌に僕らがの曲が使っていただけるということで、まあすごいいろいろ試行錯誤して作った曲なので、まあ中身がどうなってるか見ていってもらいたいと思います。この曲を作った流れとしてはですね、一番最初にこうまあ ABEX の会社の方からワンピースの主題歌を新しく探してるって話を聞いて、一回まあ僕らの中でも当時なあった曲でワンピースにこれがハマるって曲はまあ作ってはなかったので、僕らもどうなるかわからないまま一回すごいざっくりデモを実は作って送ったんですね。その僕らとしてはこういう方向もできるよっていうのをまあ示すっていう意味でもすごい簡単な、本当はこの曲とは全然違うんですけど、まあ曲調も結構ロックな感じで作ったのを送ったら、まあ結構いい反応いただいて、その後実際制作アニメ作ってる方にお会いして、次の時期のアニメの内容だったりとかそこにかける思いとかを聞かせていただいて、でやっぱり僕も含めメンバー全員まあ世代が本当ドンピシャで、ワンピースがこうどん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 有名になって大きくなっていく様を見てきた世代ですし、まあもちろんアニメも漫画も見て読ませていただいたので、まあそのワンピースの世界観をどんだけ崩さずに僕らのやれる幅をその広げれるかっていうところはすごい考えてやりました。で実際作り始めたのは2021年の2月ぐらいからなんですけど、ちょうど僕らのアルバムブラックユーモアっていうアルバムを作ってる同時期に並行して行っていたので、まあその分結構大変なことはいろいろあったんですけど、まあそこでこの最終的にペイントっていう曲のデモを作って送った時は結構やっぱドキドキでどうなるんだろうっていう感じだったんですけど、実際この曲で OK をいただいてからはもうまあもちろん最初に嬉しいのもそうですけど、それを仕上げなきゃいけないっていうまたプレッシャーもある中でやっていきましたね。でそうだそう、この曲にたどり着くまでも結構いろんな曲を作って、それこそ 5,6 パターンぐらい、ワンピースってこういう感じなのかなっていう曲もいろいろ作って、中にはもうやりすぎたバージョンもあったぐらい、まあ絶対出せないですけどっていうのもある中でこの曲選んでいただいて、まあ僕らとしてもすごいなんていうんですかね、僕らが今までやってきた過去の曲の流れからもこうちょうどいい位置に行ける曲だと思ったのですごい嬉しかったし、そっから試行錯誤していろいろアレンジしたので、今日はまあその内容を見ていきたいと思います。はい、じゃあ早速中身見ていきたいと思うんですけど、やっぱこの曲一番はそのワンピースっていう世界観の中で疾走感だったり冒険感だったりこうワクワクするようなっていうところを大事にしてやってるので、結構入ってる音も全部その方向に向きつつ、ワンピースのその海の上が舞台だったり海賊っていうテーマがあったりとか、その中でこうワンピースも何十年もやってきて、やっぱ子供だけじゃなくて大人も楽しめるコンテンツっていうことで、単純に若すぎないこうどこか深さを出せるような、まあワンピースの内容自体もそうですけどっていうところをやりたくてやってったので、実際聞いていきたいと思います。まあ印象的なのはやっぱギターだと思うのでギターから聞いていきたいと思うんですけど、早速このイントロの頭サビから声のリフですね、これソロで聞いてみるとこういう高いフレーズに同じ内容で1オクターブ低いやつを入れて重ねてますね。でリフとしてはこの音が2つで1つのリフになってるんですけど、あとはここに
こういう歪んでるカッティングの音が入ってたりとか、こういう単音でディレイかけたアルペジオのフレーズで、イントロのギターで言うとこの4つが、まあエレキギターはこの4つですね。で、ここにアコギがこの曲ずっと入っていて、イントロの部分流すと、じゃあ早速それ以外のギターを聴いていきたいと思うんですけど、まず頭サビの本当スタートの部分にこういうディレイの音が入ってて、これさっきイントロに入ってたこの、これにリズムとかは結構近いんですけど、音がやっぱドアタマなんでちょっと優しくスタートしてますね。でこれがバンドインになったらこう強くなるみたいな。で、そのバンドインに入る前にまた逆再生のこういうわーってこう弾いた音を機械で逆で再生した音を入れてますです。はい、A メロじゃあ行きたいと思うんですけど、こういうクリーンのコードの音が入ってますね。で、この途中からこういう歪んだミュートしたギターの音が入ってますね。で、B メロ行くと、こういう、まあ、B メロの主軸となってるのはこのクリーンのコードと、あともう一個はこのトレモロっていうエフェクトがかかったギター、こうちょっと揺れてるような。で、この2つの音の主軸の中にこのフレーズが出てきて入ってきてっていう風に、っていう構成になってます。で、サビに行くと、意外とサビにこう本当にジャーンってよくある感じで入れると、それに支配されすぎちゃって結構埋まりすぎちゃうので、逆にあえてサビの方が最初はこれ減らしてますね、音を。これとこれはだから頭サビに入ってるこのアルペジオがサビでも出てきますね。で、これがサビです。で、ここにアコギですね。前半は実はこれだけでかなり少ない方かな。で、ここにの歌が抜けた瞬間にこういうフレーズが入って、で、この高いテン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 ってアルペジオが後半から入ってくるっていう。で、またバンドインのイントロに戻る感じですね。はい、で、2番の A メロに行くとリズム自体が1番の A メロと違うので、こういうミュートでタッ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 タっていうちょっと面白いフレーズを一回ちょっとこう、なんていうんですかね、それまでの流れから静かになるようなセクションですね、2番の A メロ。で、これの後半から高いまたアルペジオが入ってきて、
こうなるんですけど、これが、2番のこれ B メロなんですけど、1番の B はじゃーんって結構伸びてる印象だったのが、こうドラムもなんですけど結構疾走感ある風に変わってます。で後半から1番と同じような超広がるような音になってます。はい、で2番のサビは割と1番と同じなんで飛ばします。はい、次に D メロに行くと、まあ、D メロも割とサビの前半と同じような結構ストイックにシュッとした感じですね。で落ちサビ、みたいな、この結構エフェクトがかかってんのは2つですね。このこういう音が出てきた後に、これよく聞くと CD でも多分わかるんですけど、ちょっとタタタタタってこう音が切れるような加工をしてます。はい、ギターで言うとそんな感じですかね。で実はすごい細かいアレンジの差なんですけど、アコギは結構ずっと入ってるんですけど、アコギの音もこう同じ音で弾いてんですけど、実はセクションごとにちょっと音の強さを変えてたりしてます。これミックスで変えてるんですけど、こう派手なところは結構ジャキジャキ聞こえるようにして、そうじゃないとかちょっと抑えたりしてメリハリをつけてます。はい、ギターで言うとそんな感じです。じゃあ次にドラムを見ていきたいと思うんですけど、これは生で叩いた音に、加工した機械の音を重ねて音を作ってます。ドラム全体でいくと、これ頭のイントロの部分です。っていう感じなんですけど、これ実はシンバルを叩きつつドラムセット叩いてるんですけど、これをシンバルとあえて別々に取って後で重ねるように別撮りっていう方法をしていて、これなぜかっていうと、まあシンバルってすごい派手ないい面がありつつ埋まりすぎちゃってうるさいっていう部分もあったりするので、この曲結構ミックスでシビアにその範囲を調整したかったので、あえて別々に撮りました。なので結果、まあこの曲のそもそものアレンジのテーマがこうバンドサウンドだけど、うまくこうシンセとのバランスをとっていかに、まあ僕ららしさだったり新しいものを作るかっていうのを重きを置いたので、そういう部分でこういう撮り方の本当些細な違いがこう積み重なってアレンジに生きてくる感じです。なんでシンバルをなしでこうまずテイク1で撮った時は、こういう風に撮った後に、こういうシンバルを別々で撮ってます。広がりを出しつつ疾走感を出しつつっていう風にしたくてこういう風にしました。で実際の音作りに関しては、これが生のキックの音なんですけど、でこれが生のスネアの音ですね。でここに空気系のドラムの真上だったり部屋自体を撮ってるマイクがこういう風になってます。でここにタムですね。だから生だけで流すと、これか。でこれにシンバル、でここにまた機械で作った音を後から重ねてるんですけど、こういう音だったり、これも確か3種類ぐらい重ねたかな。で、こ
こういう、これも機械で作ったフレーズを重ねてこういう音になってます。はい、あと特徴的なのはですね、 B メロにこれがまた生じゃない機械の音で、こういう打ち込み音が入ってるんですね。でこれまあジャンルで言うと結構ヒップホップのトラップっていうビートなんで、割とこういう曲じゃ使われないような音なんですけど、まあちょっとそのシンセとバンドのハイブリッド感を出したくて B メロにだけ入れてますね。これをなしでこの曲流してみると、まあこんな感じなんですけど、ここに立つと、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、まあちょっと機械的な変な雰囲気が出るのでこれ入れてます。まあそんな感じですかね。音作りのポイントで言うと、割と綺麗すぎない、あえてこう、まあ、スネアとかも汚いような音を使うことで、このワンピースの中のこう楽しいだけじゃない、こう大人っぽさ、隠れた大人っぽさだったり深さみたいなのを出したくて、あえてキラキラすぎないこういう音にしてます。はい、じゃあ次にベース見ていきたいと思うんですけど、ベースもこう生で弾いてる音がまたバンドイン流すと、こういう、ちょっと歪ませてる音ですね、をやって使ってるんですけど、実はここにコルグさんのプロローグっていうシンセサイザーを使って、これ多分イヤホンで聞かないと分かんないんですけど、めちゃめちゃ低い音が入ってるんですね。でこの音ってなしで出すと、もう一回ありで出すと、こういうめちゃめちゃこう低音が出て、これって生のベースじゃ出せない周波数で、めちゃめちゃ低いとこなんですけど、でっかいスピーカーだったり、いいヘッドホンで聞いた時にすごい差が出てくるところなので、これをあえて生で撮ったベースに後で重ねてます。ただこの、機械のベースがずっと入ってると、それはそれで重たくて疾走感出なくなっちゃうので、サビとかバンドインとか結構激しいところだけ入れてますね。こういうサビとかバンドインとかに入ってます。はい、はい、あとまあベースケンジがもちろん考えてるんですけど、苦戦した部分で言うと、結構この曲自体がまあ飽きにくいって意味でも、リズムのノリを結構曲ごとで、まあ1番と2番で違ったりとか、 A メロでも B メロでも違ったりっていうのを変えてってる中で、やっぱその切り替えをうまくこう滑らかにしていくのがベースの役割だったりするので、その辺のフレージングは結構悩んでました。だから2番の A メロから B メロに入るときとか、この辺も完成したのを聞いちゃえば、まあまあこんな感じかってなっちゃうんですけど、やっぱこう作る上ではこれを流れを滑らかにつなぐにはどうしたらいいかっていうのをすごい試行錯誤して、まあドラムも含めてなんですけど、フレージングやったので、結構フレージングのところに集中してやってた気がします。はい、